全日本プロレス期待の星天竜源一郎がいよいよ日本のマットに初登場いたします。日本テレビのスポーツテーマに乗りまして颯爽と登場いたします。天竜源一郎であります。いかにも若者らしい青と白のジャンパーを小粋に着こなしました天竜源一郎。そして今日のタッグマッチパートナーはもちろん日本の師匠であります安泰ジャイアント馬場であります。さあ登場いたしました。赤道色に飛躍いたしました天竜源一郎、笑顔が爽やかであります。熱気を帯びました東京世田谷区体育館であります。ただいまよりリング上では天竜源一郎のデビュー戦の挨拶であります。ただいまご覧いただいておりますお父さんの源吾さん、お母さんの久美子さんです。久美子さんがちょっと涙ぐんでいらっしゃるようです。昨晩は一睡もできなかったそうです、お母さんの久美子さん。さあ花束をもらいました天竜、満員のお客様に挨拶です。天竜講演会より新しい花粉の贈呈でございます。さあもちろん初めてであります新しいガウンが天竜の後援会から渡されました。さあここでどうやら満員のお客様にジャンパーを脱ぎましてガウンを披露するところであります。また鮮やかな青い色そして白い縁取りであります。よく似合います。背中に天竜と書いてあります。まさしくこれで正真正銘のプロレスラーに変身いたしました天竜源一郎。さて本日のこの解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さんにお願いいたします。どうですか、颯爽と登場いたしました天竜の顔を見まして、実にね、はい、嬉しいですね。もう色をね、あの体の色がピリッと焼けてましてね、いかにも精悍そうな表情ですしね、体の方もね、なかなか締まってますし、本当にね、期待いっぱいというところですね、はい。さあそして本日の外人チームのメヒコグランデマリオミラノ組にも日本テレビから花束が渡されました。本日は45分一本勝負、天竜源一郎日本のリング初デビューであります。本体のこのパートナージャイアント馬場選手も非常に笑顔が浮かんでますね。そうですね、やはりあの愛弟子のデビューですからね、嬉しいでしょうね。メキシコグランデ、メキシコ出身の覆面レスラー3度目の来日です。メキシコグランデマリオミラノ、超ベテランイタリア出身マリオミラノ、189cm 103kg プロレスラー天竜源一郎であります。世界のジャイアント馬場が紹介されました。レフリーは NWA オフィシャルレフリー城樋口であります。さあ山田さん、皆さんの名前が呼び上げられましてこれからゴングを聞くところですね。そうですね、今どういった心境でしょうね天竜は。非常にね、はい、まあ上がってほしくはないんですが、やっぱりねこれだけのお客さんのね盛大な拍手があると少々はやはり上がるでしょうね。しかしね、まあ、今日はもう、はい、ジャイアント馬場という大変に心強いその実力者のパートナーなんで、その点はね心配ないと思います。相手がねただ非常にベテランのマスクマン、ね、はい、メヒコグランデ、そして非常に大型のテクニシャンのマリオミラノ、これはもう用心しなきゃいけませんね。さあ試合開始前の細かい注意をレフリーの城樋口から聞いております。天竜いよいよ初めての日本のリング上ゴングの鳴るのを待っているところであります。やっぱり少し緊張しているようですね。控え室でいろいろお話聞きましたけれども、自分は全然緊張していないんだと言いながら、やはりおっと天竜が日本側先発ですね。先発ですね、さあこれはある程度予想できましたですね。そうですね、さあベテランの覆面レスラーメヒコグランデ相手に果敢に挑んでおります。半年間の実戦訓練を終えまして日本に帰ってまいりました。どうですかこの顔つき、相手を睨む目つきですね。非常にやっぱりね、目が鋭くなりましたね。
そして体格もですね、日本を出る前と比較して山田さんはどうご覧になりますか。もういわゆる鼻の周りがぐっと締まりましたしね、特に印象的なのはサイドスープレックス、早くも大技が出ました。出ましたね。ちょっとこれを予想しなかったですね。すごい今スピードがありましたね、はい、あっという間にベテランのメヒコグランデをサイドスープレックスに仕留めました天竜源一郎。今まで見ていますと上がっているという表情はないですね。そうですね、今さあ今度は藁返しですね。藁返しを見せます。完全にレスラーと変身いたしました天竜源一郎。藁返しの後すぐ腕を取ってますね、絞ってますね、これはいいですよ。この連携動作というのは非常にいいですね。山田さんもアメリカでの天竜の試合をご覧になってますけれども、どうですかその3ヶ月後日本のリング上、また変わってます。3月に見た時とはですね、また変わってますね。私どもはグリーンズボロでの鶴田と組んだタッグでマフィアにですね、天竜がブレンバスターを見せた試合は日本にいながら見ることができたんですが、やはり今日はサイドスープレックスという大技で入りましたね。そうですね、確かに公開練習なんかを見ましても、はい、非常にね予想以上 のウルトラシー的な技も身につけてるわけですね。ただそのこういう試合の中でどういうふうに生かしていくかということが大きなポイントなんですが、今のサイドスープレックスの生かし方は実にうまかったですね。師匠のジャイアント馬場も今日は控え室ではあまり天竜には話をしていません、思い切ってやるだけだそういったことを言っておりました。さあ今度は対角線上に大きく投げを打ちます。アームホイップ、いわゆる馬場選手に言わせますとですね、やはり技の一つ一つの切れ味はいいんだが、一つの流れの中でどうそれを構成していくかといったものがこれからの天竜に問題だろうという方は言ってましたですね。ですからね、どんなに強い技を出しても一発でねなかなか決めるというのは難しいです。あんまりですね、今もねがっちりとメヒコグランデの左の腕をキープしております。ですから一つの大技を出した後のフォローですね、はい、これが非常に大事だと思うんですが、その点で非常に今日の天竜はうまいですね。公開練習では数々のウルトラシー的な大技を展開いたしました。よく馬場選手が、はい、ジャンボ鶴田なんかにも注意する点はあまりにも大技にこだわるなと、はい、いわゆるもっと手なりでチャンスと見たら出していける、やはり天竜にもそれを望みたいですね。松永さんね、はい、リングサイドによります天竜選手のお父さんですけども、はい、身を乗り出すようにしてご覧になってましてね、どうですか安心して見られますかって言いましたらね、はい、なかなか良くなってると安心できるということを言ってましたですね。そうですね、先ほど私お父さんの源吾さんからお話聞いたら世界チャンピオンになってくれと、それはやはりね、ということをですね、激励しておりました。もうそう望みたいですね、はい、しかし今日の攻撃今まで見てきたところ、はい、非常にアームホイップを多用してるし、非常に攻めが上手いですね。それから技に対する執念の度合いがですね、非常に鋭くなっているという感じが受けますね。ありますね。がっちりとメヒコグランデ超ベテランの左の腕をロックしております天竜源一郎。さあ反則のパンチ攻撃はベテランのメヒコグランデです。やっぱり腕の絞りがちょっと甘くなると向こうも反撃してきますからね。さあそしてここで今回のいいましたね、世界のジャイアント馬場にタッチいたしました。うまいタッチですね。やはりタッグマッチにおいては深入りはもう禁物ですからね。さあ今度は外人側も登場いたします。マリオン・ミラノ、ベテランがいます。198センチ113キロ、現在はオーストラリアに定着、後進の指導にも当たっております。南米選手権、カリブ選手権を獲得、中南米のトップスターから現在はオーストラリアのスターでありますマリオン・ミラノ。この東京世田谷区体育館、非常に今熱気を帯びているわけですけれども、もちろんメインイベントは NWA の現役の王者ハイレース対ジャンボ鶴田ですね。この一戦、そして天竜のデビューということで、非常にこの熱気というものが伝わってきますね。もうファンの皆さんはですね、はい、もうこの2試合に大変な期待を持ってね集まっていらっしゃってますね。なんといってもその NWA の世界の最高峰がやってきて、しかも今もう躍進の鶴田とぶつかるということですからね。そしてこのジャイアント馬場選手は今日の勝者に6月の14日松戸で挑戦いたします。どうぞご期待ください。正面からのヘッドバット、マリオ・ミラノであります。いわゆるこういった外人タッグチーム、超ベテランですね、
いわゆるこの天竜選手をサポートしていくフォローしていく馬場選手もかなり気を使うようなことはあるんですか。やはりね、まあ、大きな心境ですね。あのデビューする場合にそのベテランとのタッグコンビでぶつかると、その場合にやはりねベテランは大変でしょうね。いろんなあの連携やなんかにしてもですね。公開練習が終わった後、直に特訓を天竜に浴びせておりましたジャイアント馬場選手です。外人側のコーナーに捕まりました。腕を取ります。さあその腕を切り返すかジャイアント馬場。天竜が身を乗り出します。さあグランドに持ち込みますジャイアント馬場。目つぶしですか。目つぶしですね。こういった細かい技もうるさいですね。そうですね。さあタッチです。天竜源一郎登場です。2度目のリング上チョップ攻撃から対角線、いや投げを打ちます。そしてさあ流れるような構成を見せるか、大きくボディスラム、マリオミラノを抱え投げです。そしてロープに飛んだエルボードロップを落とした。鋭角的に決まった。さあどうかカバーに入る。日本初デビューのリング上でフォールすることができるか。あとヘッドバット攻撃、ベテランの執念ですか。そうですね、ちょっと不用意にあの出ましたからね。大臣側のコーナーに捕まります。やはりね、はい、今も分かるんですが、あの攻撃してる時には必ず隙ができますので、これを用心しないといけませんね。ここで覆面の場所、はい、メヒコグランデにチョップを浴びせます天竜源一郎。いけいけという声が世界体育館こだまいたしますが、さあ深追いは禁物ですね。そうですね、しかしいいパンチですよ。なかなか思い切った攻撃をしますね。それから相撲時代のその張り手的なチョップ攻撃、これもいいですね。そうですね。おっとナックルパンチですかこれは。パンチですね。ベテランチームも反則技に出てきました。後ろからタイツを掴んでいますマリオミラノ。こういった格乱戦法に天竜がこれからどう対処していくかというのも問題ですね。そうですね。豪快な首投げです。攻めは良いとしてもですね、そのディフェンスに回った時にどういう防ぎ方をするか、その辺ですね。やはり半年間、今まで13年間いました各界からこの四角いリングへ変わったんですが、半年間のこの変身天竜を見て現在はどうですか。やはりあの相撲といえば言うまでもなくですね、はい、同じ格闘技とは言っても純日本的なもの、それから全くバタ臭いですね、このウエスタンスタイルのレスリングへの転身、やはり難しいと思ったんですが、予想以上にうまくこなして身につけてますね。手4つの体勢、力比べはベテランメヒコグランデが勝ちました。それからですね山田さん、相撲の世界は寝技がありませんですよね。そうなんです。グランドの展開、こういったものの技の習得かなり苦労したんじゃないかと思うんですが。そうですね、まあ、立ち技と違いましたね。あっと、うまいですね。うまい。日本取ります。天竜源一郎。テキサスアマリロファンク一家ではドリーファンクジュニアに主に立ち技を伝授してもらい、寝技はジェリーコザックに教わったようですね。そうですね、まあ、あのテキサスのアマリロ地区というのは大変に、はい、あの試合巧者ベテラン揃い、もう大実力者がひしめくところですから、そういう点ではいいコーチには恵まれていましたね。公開練習で見せてくれましたローリングクレードル、サイドスープレックス、ダブルアームスープレックス、ブレンバスター、そういったものは師匠ドリーファンクジュニアから伝授されました天竜源一郎。さあベテランのマリオミラノにどういった展開を見せるか。顔面かきむしり、穴の穴の中に手ですね。そうですね、指先を入れます。こういうね、あのベテランの細かいね反則に合うとよほど用心しなきゃいけませんね。いわゆる技が一つ一つ見てみますと素直すぎるという感じもちょっとはしますけどね。そうですね。さあそのまま押しの一手で本体ジャイアント馬場にタッチいたしました。さあチョップ攻撃を見せる。16問で蹴り上げる2連発、非常に鋭角的に決まりました。ジャンピング脳天からたけ割りであります。ロープに飛ばした何が待っている16番カウンターの16番です。さあどうか、カウントは不十分です。タッチいたします。メヒコグランデの登場。さあ10分が経過いたしましたリング上ですが、馬場選手も非常に警戒ですね。そうですね、やはり照準は6月14日松戸での NWA の王者です。
誰が出てくるか今日の決定戦ですけれどもね。そうですね、そのためには、はい、とにかく相手が誰であれ、はい、世界の最高峰に挑むわけですから、自分自身のコンディションというものを最高に持っていかないといけませんからね。今日の動きを見てますと非常にいいですね。このところずっとね、私感心してるのは非常にフットワークがいいですね。さあ、またもや3度目のリング登場、天竜源一郎。ナックルパンチから右のチョップ攻撃。さあどうか、フロントのヘッドロックを見せます。うんと顔面にパンチ攻撃です。ちょうど放送席の目の前。さあ突っ張りだ、突っ張りだ、突っ張りだ。13年間の相撲で生きたこの突っ張り、大きく投げを打ちます。そして体格戦場、ダブルアームスープレックス、人間風車炸裂。どうですか切れ味は。ちょっとね、一応低いようでしたがね、はい、かなり思い切って投げてましたね。しかし鮮やかに変身いたしました天竜源一郎。カウントは不十分です。さあ足を固定いたしまして、ジャイアント馬場が痛めつけます。これはカウントはどうなってるんですか。これは馬場選手が中に 入ってはいけません。そうですね。そして天竜の攻撃が続きます。サードロープに足を固定しておいてヒップドロップ。かなりメヒコグランデの方も、いや、これはローリングクレードに入りましたね。ローリングクレードに入りました。回転また先です。テリーファンクがジャックブリスコを破った、この技大技です。ウルトラシー的なローリングクレード、回転が加わります。さあどうか、カウントに入ります。2、3、4、どうか、改めて入りました。カウントは3です。プロレスの殺人技の中でも超ウルトラシーローリングクレードルホールド、決まりました。ロープ際でですね、はい、ちょっと見えにくかったんですが、仕掛けが早かったんですね。あっと思った瞬間もぐる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 回ってましたね。それからですね、いわゆる冷静に大技を仕掛けていく、体格戦場にメヒコグランデをダブルアームスープレックス、そしてヒップドロップで足を痛めてローリングクレードルに持っていく、非常にね、はい、リズメな展開ですね。半年間にわたるアメリカ修行、アマリロ、プエブロ、アルバカーキ、エルパソ、オデッサ、ルボックなどをサーキットいたしました。本当に大きく大きく成長いたしました天竜源一郎、鮮やかだったですね。そうですね。これからのですね、苦言を呈すようですけれども、天竜に捧げる言葉としたしましたら、山田さんはどういった言葉を捧げますか。そうですね、やはりね、今日のデビュー戦の気持ちを忘れずに、はい、もう精進に次ぐ精進で頑張ってもらいたいと思いますね。それからお父さんがおっしゃってましたですけれども、世界を目指せということですね。もちろんそうですね、はい、鮮やかに本日のデビュー戦がローリングクレードルでメヒコグランデを破りました日本チーム天竜源一郎、鮮やかです。